皆さんこんにちは。いやー、今回のね、あのトレーニングすげー楽しい内容になってます。はい、簡単な説明を入れる前に少し告知を入れさせてください。今日の土曜日、これからこの T シャツがまた販売されます。はい、このキスネットという僕のウェブサイトがあります。タラン。いち早く情報が欲しいという方は、サイトに行ってもらうとメルマガ登録できますので、そちらで登録を行ってください。まあ興味のある方はぜひチェックしてください。今回の内容は、テーマにもなっていますようにダンスの要素を入れています。僕自身がダンスをもうかれこれ20年近くやっています。僕のことを知られてない方もたくさんこのチャンネルでは言ってるかと思いますので、簡単に手短に説明しますと、一般的に言うプロのダンサーとして世界大会にも様々な大会出てきて、世界タイトルも10回ほど獲得もしてきました。まあ様々な経験をもうこのまあ20年近くさせてもらって、今回は僕がまあ自分が培ってきたダンスの経験をトレーニングに入れました。はい、ヒットトレーニングに入れていますので、ヒットトレーニング、はい、ハイインテンスリーインターバルトレーニング、トレーニング、はい、ご飯とライスみたいなね、はいどうでもいいか。はい、ヒットっていう言葉だけだとんってちょっと物足りないので、ヒットトレーニングと呼ばせていただきます。でこのヒットトレーニング以前にハンナと行いました。その時は20分のトレーニングで、ハンナの普段やっているメニューで僕も参加してやりました。20分バージョンでかなり追い込みたいっていう方がいればこの動画見てください。今回はその動画に比べますと20分ではなくて10分までのトレーニングなので、比較的に皆さんについてきてもらえると思いますが、まあ、ダンスの要素を入れたヒットトレーニングとして一応音に合わせてやっていくということで、ただテンポが速いことによって相当息が上がると思います。10分までのトレーニングなんですけど、追い込みの強度で言うとなかなかいいトレーニングになると思います。特に今回はお腹周りを狙ったトレーニングになってますので、お腹周り脂肪燃焼させたい方にはうってつけのメニューとしてやっています。というわけで話も長くなりますので、トレーニングに参りましょう。それでは皆様、体をひねったステップからまずやっていきます。こういった動きです。いきましょう。足を回すように前後に動いていきます。軽く言いながら、次は腹筋ツイストいきます。一応理想としては両手でしっかり地面を触っていくように指でやっていきます。少し膝を伸ばすようにやっていきます。音に合わせていきましょう。次ボックスね、ボックス。こういった動きです。足を交互に置いていきます。こんな感じで。入ります。体ね、姿勢作りながらいきましょう。Thank you.
ていきます。しんどかったらちょっとねスローダウンしてください。お腹を開くようにして伸ばしてそこから一気に縮めます。OK 30秒休憩。構えながらひねるようなイメージで足を回しながらちょっと反る下げる。ゆっくりやってみてください。体力ある人は音と合わせて、もっと速いですけど、膝をしっかりこう伸ばすような形で足をつけずにやっていきます。
かかとを下がっていきます。関する全てのことをシェアしている筋トレ専門ホームページを制作しました。トレーニングの方法からサプリメント、ダイエットのことまで全て知れるマルチウェブサイト、アーバンスタイルフィットネス。フィットネスや筋トレについてもっと勉強がしたいという方はぜひ遊びに来てください。皆さんお疲れ様でした。いやー汗だく、ブースト史上2回目の汗だくです。服はね、脱ぐ暇すらなかったですね、今回。休憩が短かったんで、前回、ハンナと、ハンナのメニューで行ったトレーニングあるんですけど、その時は20分やりました。はい、ヒットのトレーニング。今回はダンスバージョンということで、少しダンスの動きを取り入れて、ただ今回チョイスしている曲に関しては、早いので、ついていくのにかなり必死だと思いますが、ついていける範囲で構いません。はい、あのスピードをフルで、最初から最後まで合わすこと難しいと思うので、合わせれる部分だけ合わせて入っていってください。このヒットも、しばらくやってますと慣れてきます。はい。そしたら、そのリズムを崩さずに最初から最後までやっていってください。いや、今までいろんなメニューをやってきましたけど、楽しいね。やっぱダンス入れると、本当に。まあ自分自身も長年、もう20年近く、ダンスをやっていて、ダンスというのはそもそも楽しいもんなんですよ。はい。音楽に合わせて体を揺らす。まあ、リズム感はね、人間が誰しも持つものなので、私踊れない、僕できないっていうことは多分ないと思います。はい。音楽がなれば、頭を振ることができるじゃないですか。これもダンスなんで、これができるってことは、このような、動きに合わせて、ステップを踏むこともできると思います。少しね、テクニックがいると思うので、体をね、これも最初は、もし難しかったら、前、後ろ、2ステップで、やっていってください。で、前に出るときだけ、体を反ってお腹を伸ばすような感じで1、2でちょっと腰を下げるような感じ、伸ばす、1、2、腕はもう歩いてると同じです。手と足が逆に出るような感じで、慣れてくると肘をこう回しながらやっていくと足も自然とこうなってきます。はい。ボックスステップっていうとね、かなりね、知られている、一般的にも知られているステップで、体ひねるように足を出したら、後ろの足が交差するように来たら、こっちの次の足を後ろに引いて戻る。これの繰り返しです。足だけでやるとこんな感じです。ドン、ドン、ドン。ちょっと上からのアングルでごめんなさい。横からね、この動きをやりますと、こういった足を開いて四つん這いの体勢から、で、この時にぐーっと足を伸ばすようなイメージで、肩はね、ちょっと落としてくれてもいいです。突っ張らずに落とす。で、戻る。伸ばしに行く。少しね、お尻をちょっと落とすというか。で、体ひねりながら。で、このチャンネルの特徴は、筋力を鍛えるトレーニングであったり、あとはダイエット。まあ、様々なフィジカルトレーニングがありますが、やっぱり、ただただ痩せるだけじゃなくて、筋力をしっかりつけながら、痩せていってもらうことが一番理想です。というのも、やっぱりリバウンドしづらい体を作るためには、筋力がないと、体戻りやすくなります。いくらダイエット頑張ってもリバウンドがすぐに来てしまうと、やっぱり、ね、挫折してしまいますよね。なぜリバウンドするかっていう理由はいろいろあると思います。人それぞれの体質によってもリバウンドの仕方っていうのは変わってきますが、一つ大きく、これはもう多分ね 90% 以上の人に言えるのは、やっぱり筋力をつけるっていうことですよね。筋力をつけながらダイエットさせることによって、戻りづらい体、自分が理想に思う体型を維持できるのも、やっぱり筋力がないとできないです。なかなか食事のコントロールばっかりになってしまうので、こういったトレーニングで、このチャンネルでは先ほども言ったように筋力を、しっかり育てながら楽しくも、ヒットトレーニングのような形で、今回はダンスという要素を少し入れました。やはりやっぱダンスはね、先ほども言いましたけど、楽しい
うん、やっぱりね、曲が早かったので、多分これやられる方はかなり焦るかと思いますが、慣れてくると楽しいと思います。はい。で、今回のトレーニングが好評であれば、また、続いてシリーズ化していこうと思います。はい。今回のトレーニングに関しては、お腹をメインにしたトレーニングとして、やらせてもらいました。そして先ほども見てもらいましたが、USF というウェブサイトがあります。そちらのウェブサイトは、僕自身が作りましたウェブサイトで、チャンネルだけではやっぱり、ね、なかなか答えられないことがたくさんあるんですよね。一個の動画で全ては答えれません。皆さんの疑問に。なので、僕のサイト見てもらうと、皆さんの疑問に思うことの、まあ、80% 以上、90% はほぼ答えれてると思います。すごく見やすいホームページで作っていますので、女性の方も男性の方も楽しく見てもらえると思います。サプリメントのことから食事のこと、そしてトレーニングのことはもちろん、ダイエットのこと、あとはトレーニンググッズだったり、様々なもの、僕が使ったもので紹介してますので、よければそちら見てみてください。というわけで、今回のご視聴ありがとうございました。今回のトレーニング楽しかったと思ったらぜひいいね残していてください。あとチャンネル登録されてない方はぜひこれを気にしていてください。それではまた次のエピソードで会いましょう。さよなら。筋力トレーニングを学びたいという方はブーストアスリートチャンネルへ。毎週土曜日お昼12時半より新しい動画をシェア。